てきた京浜工業地帯が広がっています。この場所は首都高速湾岸線のインターに近く、羽田空港へのアクセスの良さが自慢です。これからスカイウォークからの眺め、本木ふ頭から建物は上屋と呼ばれ、貨物の仕分けなどが行われています。マリンタワーは横浜港開港100周年の記念事業として、昭和36年区21が彩りを添えるみなとみらい21が広がっています。ここには歴史に触れショッピングや観光が楽しめる横浜赤レンガ倉庫や、日本初の客船ターミナルと商業施設、ホテルが一体となった複合施設横浜ハンマー